令和元年11月10日三重四日市ドームにて2019東海学生アメリカンフットボール一部二部入れ替え戦信州大学対愛知大学の一戦が行われます。試合開始14時キックオフ予定です。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。手前側バックスタンド側は2部のチームになります。愛知大学奥側カラー、ホームスタンド側レッドのユニフォームが信州大学一部です。この試合に勝利した方が来年の一部のチームとなります。愛知大学キックオフ、信州大学リターンで試合が始まります。ここで前半の時間がなくなりました。前半終了しまして信州大学3点愛知大学0点信州大ワンフィールドゴールリードで後半戦に移ります。スペシャルフォーメーション、ワイドレシーバー27番
中村パスをキャッチアンドラン。ファイトレシーバー10番ピッチパスをキャッチアンドランファーストダウン獲得です。ファーストダウン、クォーターバックレッドラン6番からロングパス、ターゲット27番これをキャッチし、エンドゾーン近くでファーストダウン獲得です。タッチダウン、クォーターバック1番ミドルゾーンから自らキープ、左オンタックルをついてタッチダウン。愛知6点獲得。信州大学ファースター、信州大ファースター、このボールをファンブル、このボールを押さえたのは愛知大、したがって攻守交代、ターンオーバー、パス不成功。クォーターバック1番スクリーンパス、しかしこのスクリーンパスを信州大学52番がパスカット、失礼、75番がパスカット。しかしこれを愛知大学アジャスト、キャリア23番ノーゲイ、右オフタックラインのワンプレー、キャリアは9番中央へのダイブプレー、キャリアは15番30は、ハンドオフから左オンタックルを突き、約8ヤードで。愛知大学ファースター。バンター1番。このバントは、信州大学陣10ヤード付近でボールデッド。信州大ファースター、ロングゲインファースター、ランナー君10番ハンドオフを受け右オープン展開、相手タックルを縫うように走り抜けファースター監督、相手タックルを振りほどき、そのまま独走、エンドゾーンに入り、タッチダウン。信州大6点獲得。愛知大ファースター。愛知大ファースター。ランナー9番ハンドオフから右オフタックル上がり、ファーストダウン獲得、時計回ります。ターンオーバー、愛知ここでダブルリバースのスペシャルプレー、しかしここでボールをファンブル、ファンブルしたボールを抑えたのは信州大、下がって攻守交代、ターンオーバー、クイックパント、プレーフェイクのパントです。愛知大ギターン、ギターンは25番、しかしここでプレーが止まりました。ここで
で試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、信州大学10点、愛知大学7点、信州大学の勝利、信州大学一部残留となりました。Thank you.